埼玉県立越谷西高等学校は埼玉県越谷市にある全日制男女共学の普通科高等学校。通称、略称、成功、越西2年次から文系、理系に分かれ、3年時には文系、理系を細分化した4類系に分かれている。学校行事は体育祭のほか、ロードレースがあり、約1 3トル走る。また、 二年生が修学旅行に行っている間、一年生と三年生は二日間にわたって球技大会を行う。六月四日が開校記念日となっている。実力派、一人一人が主人公をもっと落とし、飛べ、鷹のごとくと卒業生たちにはかだかのように大空、高く舞ってほしいとの願いから、交渉には学校を象徴する鷹のシンボルマークがある。なお、鷹が、 シンボルマークなのは、学校周辺で昔、高狩りが盛んに行われており、今も高城がいるなど、高と縁が深いためである。1995年に野球部が第77回全国高等学校野球選手権大会に初出場し、1回戦の龍谷高校を7から1で破ったものの2回戦の韮山高校に1の6で破れ2回戦敗退となった。なお、 記念大会で2校出場となった1998年の滑川高校を除くと埼玉県の公立高校としては本校が最後の甲子園出場校である。吹奏楽部は平成15年度に全日本アンサンブルコンテストで金賞を受賞したことがある。校内にプールはあるが水泳の授業で使用されているものの水泳部はない。ありがとうございます。